よし、お、ステージ変わっちゃったよ、どうすんだよ。ようやく慣れてきたかと思ったのに。まだ慣れてないけどさ、嘘つけって話だけど、嘘つって感じだけど、イカになって撃って、お、ローラーについていけ、ローラーについていけ。ローラーさんマジパーねえから、あ、あそこにいるわ。ちょ、あそこ、これスナイパー距離じゃない、スナイパータイムじゃない、これやばいな、やばいな、これはスナイパーに一方的にボコられるわ。よし、高いところにいるのは不利だから、色が見える、ここら辺にいるよ。どこだ、あ、相手の位置わかんねえな、さすがに。上上上上上ちょっと上上上上、ほらボマーこれあかん、高いとこ取られた、きつい。どこにいる、おら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 、高いところにあなたに、あなた届け、よし、 いいことすると気持ちがいいぞ。なんかいる、いるよ、よし倒した、ローラー発見、あー間に合う、焦ってあげらんね、操作にまずなる。でもまだまだ大丈夫だ、こういう時はだって戦闘をしている、これさなかにこういう隅っこ塗っとこうぜ。よし、で後ろから行こう、補足に、よし、よし、こういうところ塗ろう、こういうところ塗るんだよ。よし、紫を、お、いた、うわ、やめろよその置き土産、危ね、あ、そうか、イカになればとっさにかわせるんだ。そこにいるぞローラー、厄介なローラーいるぞ。よし倒した、あと1分いけるんじゃないの今回。ここら辺ちょっとお留守ですよ、塗っておこう。ちょっとごめんなさいね、カメラワークがまだ慣れてないからちょっとグラグラ動きますがね、それ以上に貢献しなきゃいけない。よし、今回勝ったでしょ、紫ほとんどないよ、うん、ほぼ末期機ですね、黄ばんでます、このステージはもう黄ばみに黄ばんでいますから、おそらく大丈夫でしょう。ボマーになろうぜ、おらやさあ、上を取った、おらおらおら、あそことかいいんじゃない、あー足元がお留守ですよ、こんなギャグめいた死に方は求めて、おっと、あんなところに紫ポイントがあるじゃないですか、これブルラーゲスト狩り打ち、しかしそこだけ紫にしたところで無問題ですよ。もう一回ちょっとあそこにボム投げに行ってんや、おりゃ無理か、どうだろう、これはでももう黄色がね勝ってるはずですよ、イエーイ、よっしゃ、よし、貢献度5種そこそこですね、いい感じ、いい感じ、あ、珍しくこれシューターさんがすごい頑張ってる感じ、いいな、ローラーとか、うわー、また違う、あ、これ逆方向か、ステージは一緒か、よし、やっぱこのシュー、うわー、なんだこのこってこてじゃねえかローラー2人にスナイパーってなんだよ、濃すぎるな、こっちは任せ、おい、意外とボムは塗る範囲自体はそんなにひどくないようですね。さーて、無理か、インク不足、隠れろ、よし倒した、ギュッてギュッて、ローラーをサポートするんだ、うわー来るよ来るよ来るよ、負けてるまだいるだろう、狙われてるだろう、あれ、よし倒した、うわボム、まだいるぞ、あ、やられてるもんな、誰か今、インクのあるとこ、あ、この近くにいるわ、
おっしゃおっしゃ。じゃあここの青色全部もらっていきまーす。失礼。でちょくちょく怒りになってインクの補充を忘れないようにしないといけません。よしよし。で色の変わってるところが大体敵のいる場所なんですけど、そこまで把握する能力は私には今まだありません。忙しいからね。ローラー発見。ほれ、あー、インクがない。いらっしゃいませ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いらっしゃいませ。倒した、よし。よし、ここは制圧したぞ。でも制圧したからといって、ほら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 、ローラーが通るだけで大惨事になってるじゃん。ローラーパーねえな。よし、うわ危ない。どっから撃った。あー、そこ危ねえ。よしと、オッケーオッケー。で、しかも倒した後の飛び散るインクも青色だからね、そこも厄介ですね。あ、見える、危ねえ。よし、あれですね、あの狙いが見えますね、スナイパーの。あれ結構でかいかも。あ、やばいやばいやばい、抜っといてる、そこ抜っといてる、お願いします。私こっちに抜く。いたよローラーさん。やばい、これやばい、危ない危ない危ない。うわぁ、これやばいんじゃない、こっちオルスじゃない。ここばっかやってもしゃあないわ。間に合い、塗りつぶして、あーちゃー。なんで落ちた。どっから落ちた。しかもフィニッシュ、私の人生フィニッシュみたいな感じ。あー、これ青が最後奪ってってるな。ギリギリ勝ってるんじゃない。よし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 、よかった。勝利ボーナスって言うけど、これポイント関係ないよね。おお、嬉しい。ついに1位取りましたね。よしよし、いい感じだ、いい感じ。じゃあ武器変えます。いや、変えない方がいいな、今回はこれで。なんかステージはなんか4つぐらいやったら切り替わるみたいな感じなんですけどね、露骨に同じステージになってるけど。さあ、ラブリーカラーのピンクで、そう、世界を桃色にショッキングピンクに染めてやるぜ。うるらー、いか、いか、いか、よし。これ全く無意味な動きによって、そう、対戦相手だけなく視聴者の皆さんも混乱させていく立ち回りだよ。さあ、真ん中についた上を取ろう。あ、ベルトコンベイヤー落ちてったぞ。あ、ここジャンプしないといけない。あ、ジャンプ、よし、いたよ、よし、止めた。フルチャージできたんだけど、これどうする。敵が接近してきた時にでも撃とう。これ押し込みの必殺技ですね。よし、ちょちょちょ、イカと射撃をまだ間違えて、よし、うわ、しまった、後ろ。あー、私の塗ったところ全部取られてる。許さんでござるよ。しかも2人やられてるってことは結構、あー、緑に染まってるね。目に優しい世界が構築されているよ。でも近いからね。あったあった、ここら辺だ。潜んでいる可能性もあるから怖いよね。で、あ、なんでピンクあんな、あそこ固まってるんだ、やばいぞ。ピンクは固まりすぎてるから多分狙われているな。おら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 、あ、頼む、私それで板でいくわ。よし、いいサポートです。緑ゾーンが増えてきてるな。その緑がどこにいたわ。いっぱいいるぞ、ここなんかピョコピョコしたからね、今いっぱいいるわ、ここらへん。いた、気をつけろ。よしよし、一人やられた、マジで。やばいやばいやばい、なんだあれ、どこ行けばいいだ。あ、落ちた。マップが分かんねえぞ。やばいやばいやばい、緑増えてる、緑増えてる。517ポイントあるけど、全然褒められた話じゃないと思うし。よし、倒した。
緑色に染まりすぎだね。やばいよ。よし、塗ってけ塗ってけ。相手を倒すのはもう二の次だよ。ああ、あそこやばいわ。ローラー君が間違いなくいるけど、後ろを取ったら終わりだぜ。よし、ここを縫い潰していけば貢献度はだいぶ高いはず。よし、塗ってけ。何隠れてるんですか。よし、どうだろう。最後に結構塗ったからギリギリいってるんじゃないですか。あー、負けたー。チッキショー。786ポイント。一応はしかしこれはちょっと反省すべき点も多かったですね。ローラーがすごい活躍してるね。ありがとうございました。